さあ、では始まりました、ムチチャンネルです。さあ、はい、これ総先生、はい、見ていただいたんですけども、まあ、いろいろと反響ありまして。怖いですね。どんな反響があったんですか？英語戦争とかありましたね。国語戦争みたいな。ありました。そもそも総先生が河合塾時代知らんと。おお、知らん。まあそうでしょうね。河合塾でどう戦い、どう東進に戦い、うん、まあまあ東進の部分はちょっと喋りましたけど、戦ったイメージがねあんまないんですよね。ほらボロ勝ちすぎてってことですね、うん、申し訳ないけど本当にそうだったんですけどまあただ僕のイメージですよ、これあくまでもね、うん、まあ、河合塾の国語科の先生は非常にね成功法といいますか、うん、教え方もそうだし、教材研究とかそういったのも相当ね技術とかの高い先生が多かった感じがしますね、うん、あと女性が国語科は活躍できるってイメージが結構ありますね、うん、ああそうです。現代文も古文も人気の女性の先生がいるっていうのが、うん、古文はそうでしたね。僕がいた時は現代文先生は、まあ女性の先生もいらっしゃったし優秀な方いらっしゃったんですけど、男性が多かったですね。特に僕が入塾した時、入塾したじゃないか。その入社というか、予備高校生になった。はい、僕一番最初、河合塾から予備高校生の仕事始めたんですよ。そうなんです。その前はバイト？バイトでね、小学生をしてたんですよ。そうそうそう。これちょっと割とキャリアとして変わってるみたいで、はい、新聞広告に出てて、予備高校生募集みたいな。はいはい、それを履歴書書いて、応募したところをいろいろ試験があって、はい、でまあ、幸いにも取っていただいたんですけど、うん、採用していただいた時のきっかけとなった先生が西日本の、うん、まあ、現代文化の本当に一番ドンというか、はい、偉い方で、はい、武国先生っていう、はい、まあ、今ねもうね河合塾を去って、うん、引退なさってる方なんですけど、これがね本当にすごい先生でした。ほうほう。その学識というか、まあ、アカデミックな背景もさることながらね、哲学者和下清和っていうね、これよく出る方なんですけど、はいはい、と同級生で体論です、ね、そうなんですよね。京都大学の哲学科で一緒に勉強してた、うんうん、片やその、まあ、大学教授としてもうね、カッカッたる地位になり、うん、自分がなんで河合塾の先生なんだってね、そのちょっとぼやいてたところもあったんですけど、はいはい、もうね、人間もできてるし、すごい方でした。その河合塾っていうのはやっぱりそのね、授業ができるだけではダメなんですよ、うん、でこんなのできるのはもう当たり前であって、授業ができてなおかつ教材も作れると、うんうん、両方できないと取り上げてもらえないとか出世できないんですけど、あ、そうなんですね。もう厳密にそうでした。だからいろんなこう教材を作ってみろっていうプロジェクトを投げて、ここで結果出せるかどうかをまず見るんですよね、うんうん、で僕は最初に模擬試験作ってみろって言われて、武国先生のとこ行って、うん、どうやって作ったらいいんですかと、初めてこの依頼が来て、何もわからないので、うん、なんかヒントでもあればぜひ教えてくださいって、こう、頭下げに行ったんですよ。そうですね、これはやっぱりクオリティとかそういうのもさることながら、まずやっぱり直感的に、今の河合塾の生徒とか受験生に、ここはぜひ知ってもらいたいとか、読ませてやりたいとか、そういうアカデミックな熱いものを探してって言われたんですよ。これがね、全然わからなくて。当時の僕は、ね、そこのアンテナがまだまだだったんでしょうね、うん、でもやっぱりその教えてて思うんですけど、現代文って日本語じゃないですか、はい、だからあくまでもね文章を読み解いていく作法を教えると同時に、教養そのものにも一旦にも触れさせる必要もあるし、文章を読むことに対するこう前のめりな姿勢、うん、面白いもんだよというね気持ちを盛り立てる必要もあったり、複数のことやっぱやらなきゃダメな教科だと思うんですよ。で、僕めちゃくちゃ大事だと思うのはやっぱりむしろね、こっち側の気持ちがね、感動して震えてることというのかな。教えながらね、それができる人っていうのは、僕いい先生だなと思うんですけど、河合塾はね、多かった感じがします。ただその戦いというんだったら、大手予備校ってちょっと怖くて、うん、歴戦の強者と言いますかね、経験ある評価の高い先生と、僕みたいなド新人を同じフロアの廊下挟んで隣の教室みたいな配置して、同じ授業をさせるんですよ。出ましたね、昔の予備校じゃないですか。そうなんですよ。そうするとこれ何が起こるかというと、皆さんね、生徒は結局評判の高い先生の授業をどんなもんだって言ってね、お互いの教室をこう行き来して、無許可でね入っちゃうんですよ。そうで空いてる席かなんかあったり、立ち見みたいな形で授業を聞くと、でよかったらねそっちに乗り換えちゃうんですよね。そうでこれをね、だからね、力のある先生と何回もそれさせられましたね。当時は幼ゼミも当然やってましたし、あ、やっぱそうなんだ、はい、当時も映像前の時代ですよね。ああ、はい、そうなんですか。その時代はそれやってました。やってたんだ。じゃあそういう時代があったんだね。そうやって明らかにどっちが上なのかっていうのをこう戦わせてやるって言ったんだ、うん、だから僕がもう予備高校生になった頃にそれはなかったんで。あ、そういうことですね、はい、直接対決ができないっていうのは残念でしたね。そうなんですよ。今ちょっとね、こがましいね言葉聞こえたかもしれないけど、予備高校生になる人ってやっぱりするものがないとね、やっぱり、ね、ダメなんだと思うんですよ、うん、自分の教え方だとか生徒に訴求するね、こうワクワクさせる力っていうのかな。でそれやっぱりね、どっかでね測りたいんですよね、うん、ある意味ではコマタン
参加というか時間級に反映されもし、時代が時代だったらまあうまく反映できないときはやっぱり今言ったみたいに他の先生とねどっちが人気があるかとかね、ここね肌感覚も含めてねこうずっと気にしてるんですよ、うん、アンケート調査とかもうトータルで、でそこでやっぱりね成績を一定程度出して他の先生と競合してもまずこうね勝ち負けで言うんだったら負けることはないっていう人がゆっくりと階段をね1年ずつ上がっていくように取り上げられて有名になっていくと。ただ川内君の場合っていうのは個人にスポットが当たることってなくて、そうですね、単価のね、うん、その人の講座とかないんでね。そうなんですよ、例えば関西だったら大阪校っていう金看板があるんですけど、うん、のグリーンコースって言って高校生ですよね、うん、はいはい、本科生浪人生の方っていうのはもう1年間預かったらもうずっと変わらないじゃないですか、はい、メンバーがだからその受講生を増やすことがその難しい、うん、はい、でも現役生って皆さんねあのやっぱ評判がいいと外部からどん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 ね、うん、噂が噂を呼んでですね集客するんですよ、うんうんうん、だから集客力の高い引きの強い先生を看板校舎の高1高2高3って当てるんですけどね、でこれは僕あの高1高2高3全部やってましたねでも川内君はいい予備校でした。今も振り返ってみても優れた先生多かったし、本当に技術的に高いねティーチングのスキルのある先生もずっとねなんかね背中を追っかけてるような先生方がたくさんいらっしゃいました、うんうん、ただなんか難しいところなんですけどやっぱりね組織としてしっかりしてるんで、ある程度こうね経験を持った方は上位クラスを持つんですよね、うんうん、はいはいはい、国語科の場合は特にそういう文化が強くて、これね科目によって違ったわ、はあ、はあ、はあ、英語科は割とねその辺の下克上といいますか、はい、新陳代謝が激しくて、ほうほう、上の先生もどんどん若い先生に持たせなさいという気風が割とあったのね、うん、それに対して現代文化はトップ、また東大とか京大は基本的にやっぱりね一番上の先生が持っててベテランがやると、そうなんです、うん、ボリュームゾーンと一般に言われましたけどセンター試験と言われた時代ですよね、うん、あるいは次第系ですよね、うん、ああいったのはやっぱ集客が込めるので、うん、力のある若い先生がっていうそういうね、まあ、配置は大体昔からずっとありましたね。そうよゼミね通ってた頃はもう明らかにそんな本科生っていう浪人生のクラスと同じ授業がいっぱいあるんで、うん、如実に生徒数で出てましたから、ね、あそうでしょうね、同じ並び同じ生徒たちを持ってるはずなのにガラガラの授業もあれば満帆のもあったんで、本当にそれはもうねアイデンティティそのものが深く傷つくね、うん、そこでまあ頑張ってらっしゃるんだと思いますけど、川内君の場合っていうのはちょっとまあ本当に深い話になっちゃうんですけどいいですか、中で、まあ、やっぱ人事権を司る職員も含めてどれぐらいこう深くつながるのかっていうところも出世に多少影響ありましたね。なるほど、うん、本当に不器用なタイプで結局振り回されてダメになっちゃうんですけど、まああんまり良くないんですけどね、うん、本当はいわゆるこう飲み会ですよね、はいはいはい、食事会とか飲み会とかに、まあ、頻繁に顔を出して人事と深く関わってる講師の先生と仲良くしてるかどうかっていうところで、はいはい、じゃあ次君これやってみるかっていうね、これね日本の会社なんか良くないとこだと思うんだけどな、うん、そういうのが僕得意じゃないので参加しなかったんですよほとんど、はいはいはい、そうするとやっぱりね情報通でもなければどんどん別の人に仕事がこう分け与えられたりとか、うん、これね苦労しました。そこで東進からでも話が、そうなんですよね、これどう来たんですか。突如来た、すごい可愛い塾でめっちゃ人気の人がいるっていうのは当然こう噂になっていくわけじゃないですか。そうですね。そしてある日引き抜き部隊がやってくる。引き抜き部隊が来たんですよ。まあ、これ引き抜かれ方についてはちょっといろいろ問題があるので、はい、ここはちょっと伏せておきますけれども、声がかかって、その当時そのヘッドハンターとして名を知られた亀田っていう人がいたんですけど、その人に声かけていただいて話をしようということで、はいはい、その当時ね僕ねあのかかと割ってましたよね。何？ルーフトップバーからね。はい、螺旋階段降りてる時に、はい、もう僕酔っ払ってたんですよね、はい、でちょっとそう先生危ないですよってフラフラしてますよって言われて、うん、酔っ払ってるよって言われたら大抵否定するじゃないですか、はいはい、全然だよみたいなね、落ちたら怪我しますよって言われた時にいや僕ここから飛んでも大丈夫ですよって言ったんですよ。飛んだんですか。疑われたらもう実際に見せてやるしかないと、だからもう酔っ払ってるからまともなんだんじゃなかったんですね。ピヨヨヨーンと飛んで降りたところかかとって割れるんですね。綺麗に真っ二つに裂けてもうね泥酔状態でもね脳天まですざまじい激痛で骨が割れた、割れたんですよ。3時間行くはずだったんですか、僕だけはタクシー呼んでくださいって大丈夫ですかって、大丈夫じゃありませんっつって今までいい気分だったのに、でこう松葉杖つきながらヘッドハンターの亀田さんのとこ現れたらまんまるして、別に亀田さんの前で飛んだわけじゃない、そんなことはしませんそんなことはしません、全然違う日だ、ね、全然違う日、かかと割れるってかかとがひび割れるってカサカサしてっていう意味ですから ね、かかとの骨が割れることじゃないから骨折です、ね、そういうまあいろいろあったんですけど、はい、まあ、とりあえずお会いして話を聞いて、はい、私たちはそのもうねちゃんと評価してきちんと丁重に待遇遇しますという話だっ
ったんですけど、まあどうでもなかったんですけど、とりあえず河合塾と東進を一応まあ兼任する形で僕しばらく仕事したんですよ、はいはいはい、でこれでまあ良かったんですけど、まあ東進の側でじゃあ一方にうちとこう専任になってくださいっていう話をいただいて、あ、それ途中からってことですか？そうですね、何年かやって、で僕もまたそうしたかったので、うん、いろいろ理由があって、これ具体的にやっぱり林先生と勝負したかったってなったんですね。あ、それでやっぱりその専任としてちゃんとこう保証された立場でとか、うん、その時はいろいろ僕なりの絵があったんですけどね。お金ですけどね、本当はね。いやお金お金はだって僕だってトータルでもらってる金額をそのまま保証してもらった形なので、はい、特に増えもせず減りもせず、まあありがたいんですけどね、そこはもう良かったんですよ。なるほど。ただまあそうなって去ってみると河合塾はね、いい予備校だったなって思いますね。河合塾の中で誰かとこう激しく競合したっていう経験が正直あんまりなかったんですね。戦って勝ったってことを言いたいというよりも、うん、なんか割といいチームだったんですよ。なるほど、うん、本当にそんな感じだったんですね。だからいい先輩もいたし、相談にプライベートな部分も含めて乗ってくださる先輩もいたし、立ち上がりは楽だったと、スワンと。いやいや、そんなことはない。スワンと引き抜かれたと。そんなこともない。え、で何年ぐらいじゃ戦って引き抜きかかりました？河合塾で。河合塾で何年やって引き抜き？ 7、8年ぐらいじゃないかな。7、8年ぐらい河合でやって、で、引き抜き。そうですね。という形でしたね、はい。まあなかなか今は引き抜きとかもないんでね。ないです。あったとしても、そのもうそんないい待遇や条件じゃないので、東進そのものの、まあやっぱりあれですよね、名前ですよね、東進こうしたっていうことを誇りにって、東進側もそれを売るんでしょうけど、もうそうなってくると、もうだって東進講師というもののバリューが、もう今本当にこう、あれだんで難しい時代ですよね。という感じで、総先生の動画いろいろ出てますので、そちらもぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you for watching.